は先週ホームで行われたリーグ戦第18節神戸戦、上位につける強豪との試合でしたが、前半11分、カウンターで山岸へとつなぎ左の小田へ、最後は佐藤がシュート。しかし相手のディフェンダーがブロック。さらに前半13分、長石からのロングボールに小田が競り勝ち、最後は山岸がシュート。積極的に神戸ゴールに襲いかかります。しかし前半22分、神戸大迫にゴールを決められると、井出口が同点ゴールを狙いますが惜しくもゴールならず。その後も立て続けに井出口がシュートを打ちますが、なかなかゴールが遠いアビスパ。後半に入っても攻め続けましたが、悔しい敗戦となりました。そして今週のアビスパ特集は、私高木が選手の知られざるルーツを探る新企画がスタート。今回は東北地方で高校時代を過ごしたある選手の母校を訪問し、恩師にいろいろとお話を伺いました。その選手とは、お願いします。番組最多出演、エースストライカーの山岸選手。今回私が母校を巡ったロケ VTR を山岸選手にも見てもらいました。山岸選手のルーツを探る旅ということで、福岡空港を出発。本格的な、かっこいいな、これなんか。東京？東京駅に着きました。今から新幹線に乗り換えてある場所を目指します。東京駅にわざわざこれ撮ったんですか？すごいな。東京駅から新幹線に乗り換え北へ。福岡を出て5時間が経ちました。目的の場所には着いたんですが、もうすっかり夜になってしまったので、続きは明日にしたいと思います。そして翌日、郡山、ということで福島県郡山市に来ました。山岸選手ゆかりの場所まであともうちょっとです。福岡を出発して20時間、やってきたのは山岸選手の母校、尚志高校に来ました。こちらが山岸選手の母校、尚志高等学校。男子サッカー部は全国高校サッカー選手権にたびたび出場している福島の強豪。校内を案内してもらうと、校長室には山岸選手が出場し全国ベスト4になった時のユニフォームが額に入れられ、大切に飾られていました。懐かしいな。字来たの。髪長いし。こちらが高校時代の山岸選手。ちょっぴりやんちゃ系ですかね。でもコメントの内容はすごく真面目でした。そして番組の後半では山岸選手の当時を知る恩師を直撃。すると、おいおい、変なの見せんな。汗かくって、汗かいてきた。恥ずかしくて。今回取り上げるのは、今年で創立100周年を迎えた筑陽学園高等学校。男子サッカー部は青い稲妻と呼ばれ、女子とともに福岡県屈指の強豪校の一つ。男子サッカー部は全国大会に過去3度出場。2003年には全国大会初出場ながら準優勝という快挙を成し遂げ、筑陽旋風を巻き起こしました。そんな筑陽学園の武器は堅守速攻。全員で守り全員で攻撃するスタイルで強豪校が集う福岡県内において常に好成績を残しています。そしてサッカー部を代表する OB といえば、先輩がその近くで
活躍してるっていうのはいいなって思うし、憧れの選手。小学校中学校で金森選手をずっと見てたので。我らがアビスパ福岡の7番金森選手も筑陽学園サッカー部の出身なんです。そんな金森選手を育て上げた青柳義久監督に当時の印象を伺いました。まあ、ボール預けたらやっぱり仕事はしてくれるんで、やっぱり点を取るということをしてくれたんでですね、性格は、優しい男ですよ。本当サッカー中心のやつですよね。金森選手をはじめ多くのプロ選手を輩出してきた筑陽学園、その歴代のメンバーにはある特徴が。県外の選手を取るっていうこともできたんですけども、福岡の選手で十分全国大会狙えるし優勝できるんじゃないかなと思って始めたのがきっかけ。強豪校ともなると有望な選手を全国から集めるイメージですが、筑陽学園が行うスカウトは創部当時から県内の選手のみ。福岡の選手以外で優勝したって何の意味もないと思うんです。実際に全国準優勝時のメンバーも全員が福岡県内の選手だったそうです。そんな筑陽学園が常に好成績を残せるゆえん、その理由は中高一貫のシステムにありました。6年間見れるという、同じグラウンドでやってるんです。でその成長を見ながら高校入ってきた時に、この選手はもうこのポジションがいいなとか。中学サッカー部、高校サッカー部が同じグラウンドを使用。それぞれの監督、コーチが連携し選手を管理しています。さらに中高一貫の連携は指導者だけではなく選手にも大きなメリットが。中学生は中学生でやっぱり隣で高校生がやっぱりやってるっていうのは刺激にもなるだろうと思うし、高校生もやっぱり中学生が、ね、本気でやってるのを隣でテレテレもできませんしね。だからそういうのではいい刺激にはなるんではないかっていうふうには思いますね。この中高一貫の取り組みが実を結び、2009年には中学サッカー部も金森選手を擁し全国準優勝という結果を残しました。現在高校サッカー部員127人のうち34人が筑陽中出身。中学から筑陽学園のサッカーを体感できることに選手はどう思っているのでしょうか。すぐ横で高校生がやってるから、その勢いだったりとか声とかもすぐ聞こえてくるし、監督だったりコーチ陣とかのやっぱ指示の声だったりとかそういうのも聞こえてくるから刺激を受けてるところはあります。筑陽中時代にはキャプテンも務めていた長添君、やけにインタビュー慣れしている気もしますが、それもそのはず。生徒会長をやってて、それでテレビ放送とかでよくテレビに向かって全国放送でやるので少しは慣れてますけど、ちょっと人がいるのはちょっと少し緊張しますね。リーダーシップだったりとか、やっぱり人に対するその思いやる心だったりとか、そういう優しさっていうのも自分の中の強みかなと思ってます。こういうのでもなんか憧れだったんで、こうしたテレビの取材とか受けるのだから、ちょっと一つ夢が叶ったというか、そういうのはなんかありがとうございます。逆に叶えさせていただいて、ちょっと自分呼ばれた時びっくりして、自分でいいのかなみたいな。そんな生徒会長の長添君をはじめ多くのサッカー部員に一目置かれる存在が。リーダーシップがあるキャプテンだから、チームの軸みたいな、キャプテンがおらんとチームがあんま回らない。プレーで見せてくれる、ついていこうと思うプレーをしてくれるので、かなわないなっていう、堤下之介君にかなわないなっていうところもあるので。筑陽学園の大黒柱、キャプテンの堤下之介君。チームから絶大な信頼を得る堤君が
筑陽学園に入るきっかけとなったのはある高校の存在が。もともと東福岡と筑陽学園の2つで迷ってたんですけど、まあ、その自分が迷ってた時にちょうど筑陽学園が東福岡に勝ったので、自分も筑陽学園に入って東福岡を倒したいなと思ったからです。過去幾度も筑陽学園の前に立ちはだかってきた全国大会の常連校、東福岡高校。今年のインターハイでも準決勝で惜しくも敗れました。やっぱり準決勝で負けてしまったので、そこ東福岡を常に意識しながら練習参加してます。次回はキャプテン堤くんをさらに深掘り。そして筑陽学園伝統の背番号7番の秘密にも迫ります。先週ホームで行われたリーグ戦第15節長野戦、前半22分右サイドの多田からパスを受けた野瀬がシュート。しかしこれは惜しくも枠の外。前半27分にはボランチの岡野がミドルシュート。惜しい場面が続きます。そして前半42分、サイドからカットインした野瀬の左足、豪快なミドルが決まり、ギラバンツが先制します。さらに後半9分、追加点が欲しいギラバンツは右サイドの戸田がシュートを放つもゴールにはつながらず。すると後半41分、コーナーキックから同点に追いつかれ、悔しい引き分けとなってしまいました。そして今週のギラバンツ特集は、知れば知るほど行きたくなるギラバンツのホーム、三国ワールドスタジアム北九州の楽しみ方。最寄り駅は JR 小倉駅ということで、小倉駅に到着しました。ミクスタまで歩いていけるということですので、実際行ってみたいと思います。小倉駅北口を出てミクスタまでは徒歩でおよそ7分。その道中には、おー、選手のポスターがあります。すごい、これずらっと先までありますね。ちょっと気分が高まります。スタジアムが近づくにつれテンションが上がること間違いなし。走行している間に到着しました。もう見えましたね、あそこが入り口ですね。ここがその V ロードというところなんですね。近いと、ここでギラバンツの新社長からおすすめ情報が。ギラランドって広場がありましてですね、まあ、そこでイベントをですね、できるだけ多く開催しようとしてまして、サッカーにそれほど興味がない方でもですね、例えば親子連れの方とか、見に来ていただけるような、まあ、そういう、こう取り組みをですね、行ってまして。ということでギラランドに行ってきました。ステージではダンスパフォーマンスなどが行われていて、キッチンカーのグルメも楽しめます。オーストリア風メロンパン、すごい。あ、これギラバンツのひまわりの形ですよ。かわいい。その他にもさまざまなブースがあり、サッカー観戦しない人でも楽しめる作りに。そして一番気になるのが、あそこギラバンツのお子さんが遊ぶスペースですね。すごい。いや、これだけちょっと楽しめたら。好きな選手いる？岡田。おお。龍介。民兵。民兵くん。岡田大雄。あ、選手がですね。もう大人から子供まで十分楽しめる場所、最高です。続いてスタジアムに入ったら、ギラバンツグッズを購入して応援の準備や、スタジアムグルメで腹ごしらえも忘れずに。ちょっとこの海バックにいただきます。これもこのミクスタの醍醐味ですよね。すごくいい香りがしてます。いただきます。うん。うん。美味しい。
初めにこのパクチーの香りがふわっと広がってピリ辛なんですよね。結構後からも辛みが来てて刺激的ですごく美味しいです。さらには旦過市場の復興支援での日替わりスタジアムグルメも要チェック。さあいよいよ客席へのはずが、ウォーミングアップに出てくる選手たちとハイタッチができるハイタッチキッズに特別参加させていただきました。びっくりされる。そしてミクスタの醍醐味といえばゴール裏のビッグフラッグ、近くで体験しようと私もゴール裏へ。こんにちは。近いですね。ビッグフラッグは多分ここがギリギリなんですよ。あ、わかりました。ここまで来るので、せっかくなので中に入れる位置へ。そしてついに、初めて体験したんですが、サポーターとの一体感があってとっても楽しかったです。すごい。かっこいい。この日は長野戦ということで番組にも出演していただいた多田選手に注目していると、ちなみにサッカー観戦に熱中したいサポーターのためにスタジアム内に託児所も設置されているんです。なので小さなお子様連れのお客さんも安心。再開も脱出できましたし、ちょっといい方向に向いてるんじゃないでしょうか。次にも期待したいと思います。今年もアビスパ福岡選抜総選挙の投票が始まりました。後半戦の日程ポスターに登場する選手7人を決めるもので、ベススタにある投票箱や SNS などから7月23日まで投票できます。ルーキーの鶴野選手に意気込みを聞いてきました。2013年の金丸選手は4クラス最高という、はい、それを聞いた上で何人ですか。まあベスト3に入れたら、まあ、たけし君超えれるんで、まあ、険しい道のりになると思うんですけど、まあ、超えれたらいいなと思います。2013年のたけし君のルーキーイヤーの4位の記録を超えるために、投票毎日よろしくお願いします。そして CM の後は山岸選手のルーツを探る旅。おいおい変なの見せんな。汗かくって汗かいてきた。恥ずかしくて。山岸選手のルーツを探る旅 in 福島県郡山市。せっかくなので郡山のソウルフードをいただきたいと思います。やってきたのは山岸選手の母校から車で10分のところにあるラーメン岡村。はい、ありがとうございます。すごい、ブラック初めて見ます。いや俺高校生の時あんま食べなかったからな。美味しそう。もっちもちです。食レポ下手じゃないですか。美味しいともちもちしか言ってない。もちもちね。このスープ濃厚なスープと絡んでてすごく美味しいです。山岸選手もこのラーメン食べてたかも。高校寮だったんですよね。でグラウンドが目の前にあって、本当サッカー漬けだったんで、高校生の時だからラーメンとかも食べあんまり行ってなくて、でだからそういう福島のソウルフードっていうんですか、もうあんまり堪能できてないんで今度行ってみたいですね。再び母校に戻り、学生時代を知る人物に直撃。もしかして、はい、担任だ俺の。こんにちは。こんにちは。当時少子高校の山岸が担任をしてました菊池です。
よろしくお願いします。ここに座ってた写真があったので、すごい、そこまで前から2番目ですかね。え、山岸選手はどんな生徒さんだったんですか？まあ、明るくて結構いろんな周りの子からやっぱ好かれるような生徒だったと思うんですけど、やっぱ結構やんちゃだったんですけど3年生の時に印象に残ってるのが、学校の行事で1泊2日のキャンプがあるんですけど、他の子が炭酸持ってきて飲みなよって言ったんですけど、本人はいや俺は絶対飲まないと。え、なんでですか？やっぱ飲むと走れなくなるからって言ってました。僕もそれすごく感心して、そこからやっぱ自己管理能力は昔からあったのかなって今思うんですけど。高校2年生の時ですか、震災も経験されてますよね。はいはいはい。そんな中でも山岸選手はサッカーでちゃんと成績を残したっていうのが、そうですね、それはやっぱすごかったと思います。はい、やっぱ福島県の人みんな当時震災経験してたので、余計にこう応援されたのかなって、うん、当時の卒業アルバム、おいおい変なの見せんな汗かくって、どんな感じだったんですかね山岸選手。こちらですね。俺も見てないよこんなの。いらっしゃいませ山岸選手。ちょっと眉毛が細め。当時はこれ流行ってたんで。あ、流行りだったんですね。流行りだったんです。汗かいてきた。恥ずかしくて。ここに映ってますね。この赤いシャツ着てるのがゆうやですね。ちょっと。あー確かに、はい、そうですね。えってこんなん出さなくて熱いって、はい、めっちゃ汗かいてきた。ありがとうございます。たっぷりお聞かせていただいて。いえいえ。サッカー部は炭酸禁止だったんですよ。炭酸とスナック菓子が禁止で。で俺体重細くて体がで炭酸飲むとご飯食べれなくなるじゃないですか。そうすると走れなくも動けなくもなるし体重も増えない落ちちゃってっていうので炭酸も飲まないようにしてたから、俺はその話覚えてないけどでも多分飲んでないんですよ、はい、だからよく覚えてたなって、はいはい、ストイックかは分かんないですけど、まあ、サッカーにはしっかり打ち込んでました。第何弾もらえるんですか？今のところ2弾で終わりだよ。2弾絶対監督でしょ